回はプレミアムな三好コースの後半、こだわり食材のお店を訪れます。体験しているのはママ友の中村さんと武井さんです。ここにもう一軒三好食材のお店があるんですよね。そうなんです、このお店です。ちょっとじゃあ行ってみてください。はいはい。三好ワイナリーに続いてやってきたのはミラサカフロマージュ。広島プレミアムレストランで宮島ボッカ、アルケッチャーノにチーズを提供したプレミアムな三好食材のお店です。パンに乗せるのが気になるね。パンに乗せるって、うん、女性の方とか、まあ、年齢層とかで人気のチーズって分かれるんですけど、うん、リコッタやフロマージュブランは離乳食でも使えるようなチーズで、これヤギの、私もヤギ食べたことない ね、うん、ね。ママたちが気になるヤギのチーズをはじめ、ミラサカフロマージュでは自然放牧で自ら育てた牛やヤギのミルクを使ってチーズ作りを行っているんです。国際的な賞を受賞するなど世界にも認められた品質なんですよ。健康な牛から育てて絞られるミルクから作られるチーズは本当に体にも絶対いいので、草の味が四季折々で出て、それがまあチーズにした時にとても豊かなチーズになってくれるっていうのは今思っていますけど。おやおや、ママさんたち早速お店の中で食べちゃうんですか。癖がなくって、うん、お豆腐みたいって書いてあったけど本当にお豆腐みたいな、うん、子供はこっちの方が食べやすいね。ワインとチーズ、プレミアムな三好はいかがでしたか。チーズもねすごく美味しかったし、うん、美味しいものも食べれるところがあるんだなって知れてよかったです。皆さんもプレミアムな三好コースを体験してみてね。自然がいっぱいで美味しいものがいっぱいあることが三好の自慢です。